極めて重要なインフラでございまして、とりわけ、これから都南海南海地震動が予測される中で、いわゆる交通アクセスの断絶を考えても絶対に必要な高速道路でありまして、少子高齢化、また国際競争化、特にFTA とか、あるいは EPA がどんどん進む中で、こういった国際競争化の中で、その九州地方がたくましく生き残っていく、こういうことが考えましても、この東九州高速道路、これに隣接する西九州高速道路、合計871キロになるわけであります。435キロと436キロですが、この871キロの九州周回高速道路というのは、もう何が何でも我々としては早く整備して、このように思っているわけであります。ところが、送り手から一人というようなことで、あれでほぼ2年遅れたなと、我々に思っています。2年ですね。皆さんもきっとそう思うでしょう。2年遅れた。この2年遅れをどうして取り戻すかでありますが、こういう時に東日本の大震災が発生をいたしまして、私ども西日本としても東日本の支援も起きてはならない、こういう気持ちにもありますが、ここはしっかりと知恵を出し、そしてしっかりとした財源を作り出して、我々として東九州高速道路を予定通り前倒しで整備をせねばならない、こういうような決意と覚悟を持って本日の早朝の会になったわけでございます。地域の皆さん方のこの熱い思いにお応えできるように我々は頑張ります。とにかく財源を用意しなければどうにもならんというのが現状の姿でありまして、そんなことも含めまして後ほど先生方のご意見をいただき、本日の会が有意義な会になるようにお願いを申し上げたいと思います。まさに9県と関係4県と、そして国と地方自治体一緒になりましての取り組みをこれから力強く進めていきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。今日は早朝からありがとうございます。江藤会長。